いやー、マジか。前回やばかったな。まさかあんなことになるとは。大ショック。マジで大ショックだわ。あのレストランオープンしてるね。とりあえずカーディーラーの人に話しかけよう。元気ですか？僕元気じゃない。あなたは数日前にも来られましたね。もしかして笠原弥生さんをお探しですか？あれ？そうです。これにしよう。そうです。彼女に町を出る方法が見つかったことを伝えに来ました。ああ、そうですか。ちょうど入れ違いですね。弥生さんはあなたのことをついさっきまで待っていらっしゃいましたが、伝言を残して先に出られました。何？これがあなたへの伝言です。どうしてもあなたに伝えたいことがあるそうです。なんやろ。笠原弥生からの伝言か。彼女がどうしても僕に伝えたいことといえば。なんだろう。 見つけたのかな。ちょっとこれはちょっとね、 自意識過剰というか、なんというか、ちょっと痛い子だからこれかな。もしかして町から出られる方法を見つけたんだろうか。なんと空港に救助のヘリコプターが集まっていて、空港にたどり着ければ町から出られるそうです。ガーベラ大橋の手前のサービスエリアまで行ければ、そこからトラックで空港まで連れて行ってくれるんですよ。ただ空港行きのトラックには定員があるからチケットが必要です。どうしたら手に入るのか尋ねて回っていたら、親切な方々が声をかけてくださり、アジサイ交差点の南側にある宝石店まで受け取りに来たらチケットを2枚くれると言われました。先に行ってあなたの分ももらってきます。お楽らしらみにしららら。てそこで待っててくださいね。笠原弥生より。アジサイ交差点の南にある宝石店。いや、通ったよ。 通ってきて。これ告白だったんだろうかってしたらどうなるんだろう。気になるー。気になるー。じゃあ宝石店行ってみるか。こっから入れないみたいだし。ねえ。宝石店。あの人捕まったかな？あれ、開いてね。なんだ？え？暴れるんじゃねえよ。あ！おとなしくしな。叫んだって誰も来ねえよ。おお、どうしよう。これだ。どうしたらいい？鍵持ってるだろ、俺。持ってるけどダメか。なんかバリケードでも張られてるかな。チクショー！バリケードを作ったばかりに俺が 大嘘。 あ、開いてるやん、開いてるやん、開いてるやん。ええやん、ええやん。こいつはダメか。なんもないか。なんもない。本当に何もない。なんかあるんちゃいますの。なんかある。なんもないわ。オッケー、なんもないって。オッケー、オッケー、オッケー。そしたらね、そしたらね、どうしようかね。なんかあります。なんもないね。オッケー。なんかある。なんもないね。待ち遠しいと。よし。言っといた。なんだなんだなんだ。
かが並んでる。泉、ジョンマスクもらってこ。イエーイ。こうだ。サングラス、サングラスはいいや。サイト連結、よくわかんないけどもらってこわ。これはエルフのもらってく。な、名前ない。コックコートもらってく。やった。よーし、オーライ、今行くぞー。うわー、よくもー、よくもー。よし、ここだ。あー、引っかかってた。ほらー、乱暴はよしたまえ。そんな、大丈夫？ああ、もうすでに事故や。ああ、わわわわわ。彼女の姿を見て、僕は。ああ、僕がもっと。早く、ずっとそばにいてあげればこれだな。僕がずっと彼女のそばにいてあげればこんなことには。僕は、いや、これやばいだよ。これもどうだろう。たたきの飯に行く？たたきの飯に行く？行く？もう行っちゃおうか。とりあえずまずは一人にさせてあげよう。気持ちの整理がつくまで。こら、どこ行きやがった。だろう、許さへんぞ。ここか、ここから通れるな。進もう。ん？あの、すみません。はい。この写真の人見かけませんでしたか？あれなんです。お、まさかやっぱり春彦。この人は確かご存知ですか？うわー、いや、言おう、早いか遅いかの違いだ。お姉さんは亡くなりました。え、なんて。わあ、思い出させてくるな。せっかくちょっとね、和らいでたのに。彼は激しく動揺しているようだった。忘れてはいないけど。落ち着いてきてたのに。日が夏美が亡くなったこと、それが朝顔交差点付近であったことを伝えた。姉さんが、姉さんが。達者でな。
わー、春彦来てたか。わー、もう何このバッドエンディングの近道。何、誰、これあげる。はい、五花の指輪。あ、あんたか。わー、ついてくる。怖い怖いよ。もう嫌だこの世界。せっかく優しい人ばっかだと思ってたのに、こんなのってないよ。はあ、マジ悲しい。こっちでいいのかな。なんかバイクある。乗っていくのかな。持ってけと山ばかりのバイクじゃないか。うん。一旦選択状態を解除してる。ああ、うるせえ。俺はガーベラ大橋に行くんだ。ちくしょう。わあ、らしくねえなー。らしくねえぞ。どうした、どうした、どうした。絶対絶命としい。どうしたグランツェーズ。わ、バイクで行こうや。バイクで行こうか。行こう。はあ、悲しいな、悲しいな。みんなが幸せになる世界はないの。一つ予想するわ。地震起きるで。あー、でももう起きないのかな。どうなんだろう。そういえば地震来てないな、しばらく。しばらく来てないわ。え、もう着いたの？早っ。これ本当にあれなんだな、自然災害なんだな、きっと。そうだ、インボルロダンとか言ってたけど違うっぽい。あ、また催してるし。もうよっしゃ、進もう。もう進むことしかできないよ俺。ん？お、来てくれたのね。いろんな噂が飛び交っているから別の場所に行っているかもって心配してたけど。確かに。風間さんは一緒じゃないの？私も智也と一緒に空港に行くつもりでいたんだけど、空港に向かって出発する直前に智也が先に行っておいてくれって言い出したの。何でも急用ができたとかで。あ、そうだ。なんだその何？あいつがいるのよ、空港行きのトラックの中に。あら、まあ、どうして。これだな。あいつは風間さんに暴力を振るったやつだ。あの男、智也に暴力を振るったり彼につきまとっていたけど、こんなところまで追いかけてくるなんて。智也がたまたま一緒に来なかったからよかったものの、もし彼がここにいたら大変なことになっていたわ。確かに。私は何も気づいていないふりしてトラックに乗るつもり。あいつの動向をチェックして智也に知らせるわ。あなたも意識している素振りを見せないでね。はいよ。いやー、もう俺悲しいことが積もりに積もってもう大変よ。お、めっちゃでかい。
やった。ちょっとこれを機にちょっとこんなふざけた格好やめよう。さすがに怒られそうやわ。チケットを見せてください。ああ。トイレに行くなら、はい、今のうちに行ってきてください。大丈夫。もう乗りますか。うん。乗ります。はい。今すぐ乗ります。じゃあ乗り込んで待っててください。すぐに出発になります。ラジャ。準備 OK だ。わかったよ。怪しいな。怪しい。まだ途中だと思うんだが。どうして止まったんだ。10分間のトイレ休憩ですよ。トイレ休憩だって。こんな橋の真ん中でかよ。嫌なら出なくてもいいです。とにかくしばらく休憩ということです。こんなところにトイレはないわよ。まさか外でやるってこと。私はいいわ。一緒にいた方がいいかな、それとも出ようかな。ちょっと出てみよう。ちょっと外の空気を吸いたいから出ます。そうだな、そうしよう。何笑っとね。ほんまにただのトイレ休憩？休憩はいいから出発してほしいな。うん。あ、終わった。じゃあ次進みます。